はい、どうもダナタです。今回ひろたら、初の実況プレイということでね、やっていきたいと思います。まず今回、実況プレイでやるのは、皆様まあ購買も言ってもらったら分かるんですが、この V ターは、まあ頑張ったら取れるというオールマイト、こちらをね取る方法として、まあもう多分わかると思うんですけど、この V タワーというものをね攻略していかないといけません。で、一応ですね、まあこの V タワーを、攻略していくと、まあポイントが手に入るんですけど、まあ例えばこれとかね、こういう風な感じで、私はまあ今のところレベル B のところをクリアできておりますが、これを、B を全てファーストフロアから、サードフロアまで全部クリアすると合計で120個の、なんていうのかな、これアイテムが手に入ります。これを、日に3回クリアすると計360個手に入って、オールマイトが8000なんで、単純に、3週間頑張ればなんとか手に入るかなという感じですけど、私の場合は、一応 V タワー、6回できるようにしておりますので、6回できるようになると、全てクリアすれば720、手に入ります。よって12日間頑張ればオールマイトが単純に手に入るというわけです。はい、というわけで、ただとにかくクリアできないと意味がないので、まあクリアできるように、チーム編成を組んでおります。なので早速やっていきたいと思います。ファーストフロアはこういうチームになってます。R のお茶子、そして、お料理のトドロキで、これは、USA 手に入る、限定のバークゴマですね。でサブは、まあ、この2人、まあ、サブは別に使いません。でセカンドフロアは燃焼系をやりたいので、ジャビだったっけ、まあ名前ちょっとよく分かりません、入れております。でサードフロアには、まあ、火力を出せるチーム編成となっております。では早速やっていきましょう。はい。まあほとんど基本私オートでやってるので、まあオートで全然戦えるので、さあ行きましょう。まあとにかくお茶子がめちゃめちゃ強いんでね、死んじゃいましたね。まあどうでもいいでしょう。このチーム編成でも負けませんね。まあポイントを貯めたいっていう人がいるのであれば、まあそれはポイントをもうちょっといいチーム組んで戦えやいいと思うんですけど、あまり私の場合その子はね気にしてないので、負けなきゃいいと思ってますので、はい、まずは、簡単にクリアと。まあランキングとか気にする方がいましたら、ランキングのためにもポイントまあ最低でも800とかね、そこら辺は欲しいところですね。はい、ではセカンドステージ、ここがまあ一番難しいっちゃ難しい。じゃあ、火力を出せるようにしていきましょう。ではここからが本番だ。ここからが本気だ。燃
焼がついてしまうので、まあ、燃焼をね防ぐために、メモリーは自動回復できるようにしております。少しでもねダメージを軽減するためにつけております。さあできればまあオールマイトが、結構守りでは優秀なのでオールマイトを狙ってほしい。ついておる状態なのでなんとかなるでしょう。倒しましたね。はい、951ポイント。では最終フロア、そこまで難しくはないですね。インフェルノの方が強いんで、では、まず轟くんので凍らせましょう。凍ってくれたのでデクのテラなんちゃらでダメージ量を上げましょう。次はこんな感じで、さあこれでちょっとダメージ食らっちゃってますので、フレームバースで耐えれたら回復しましょう。で氷結を食らっている状態です。ではエプロスウルトラ打ちましょう。ではこうこうこうですね、氷結をかましてダメージを与えると。耐えれなかったっすね。まあ、あとは根元でいけるでしょう。さあ回復してもらいましょう。死んじゃいましたが大丈夫です。はい、という感じで、攻略可能となります。はい、まあ、これを、日に6回繰り返すことによって、最低720のドロップが可能になると。んで、12日間頑張れば嫌顔にもオールマイトが手に入ると。まあ、まあ私のチーム編成はねとにかく UR は非常に少ない、のでとにかく、まあ、育成とかはもう基本 SR メインで育成してますので、だからまあ他の人たちはまあ、まあ、課金者が多いので、まあ SAUR メインの動画が多いと思うんですけど、私の場合はほとんど SR メインになってくるので、SR ユニットどこまで戦えるのかという感じの動画になってくると思いますので、まあ、そちらの方見てもらえたら面白いのかなと思います。さあ燃焼つきましたので、これでもうジャビが瀕死状態になるでしょう。はい、では
けることなく倒せると思います。はい、まだまだいけんだろ。なので、まあ、また今後こういう基本あまり実況的なことはしないと思いますが、また興味がある方はね、見ていってください。それでは失礼します。スタートでした。